どうも皆様こんにちは。ママママヤの、違うな、ここはママママヤじゃなかった。ごきげんよう、女突団案内人のマヤです。今日もノラ様と愉快な仲間たち、私が実況していきたいと思います。リバーウッドに人が集まりだして、そしてこの女突団が結成されました。リバーウッドをね、女突団の本拠地として建築してました、砦をね。それが出来上がっちゃったみたいなんで、ちょっと見に行きましょう。はい、夜のリバーウッド、夜で行こうかね。こっちの方が雰囲気あっていいかも。私のね、妹がね、スカイリムやってるわけですよ。たまにね、ツイッチでライブやってはりますけれども、で、私もよく見に行くんですけれどもね、やっぱ人のスカイリムと全然さ、このなんちゅう世界観も全然違うやんか。やっぱスカイリムってモッド入れてさ、自分好みにカスタマイズできますからね。人のスカイリム見るの楽しい。で、その妹にね、ちょっとね、ノラ様に歌でも献上しろやってことでね、歌歌ってもらいました。吟遊詩人なんよ。私の妹がね、スカイリムの歌ちょっと歌ってもらったから、また後でみんなに聞いてもらうわ。あまり偉そうな口の聞き方せん方がええぞ。従者たちが黙ってへんからな。さあ、いつものね、リバーウッドのこのか、うわー、でっかい月がすごいな。いつものリバーウッドの感じですけど、この奥に行くと砦が出来上がってるはずです。私もまだ見てないんで、今から行きたいと思います。この間ね、妹のスカイリムのプレイを見てたら、夜がすごいね、雰囲気良くて綺麗かったから、ちょっと俺も夜やってみよう。ただね、あんまり真っ暗な夜は私の好みではない。なぜなら、このノラ様のケツが見えないから。それだけの理由ですけれども、ちょっと明るい方が好き。そんな感じです。どうでもいいけどね。お前の好みなんか知るかっていう、そんな感じやと思いますけれどもね。はい、ちょっと黙って聞いといてください。ってことで見えてきたで、ほら。地図で見ると、こんな感じ、これ。リバーウッドキープ。ここね、ここに砦作っちゃったから、もう敵が攻めてきてもね、全然大丈夫です。はい、男子禁制やけどね、男の人入れませんけど、もう女突団のこれ神聖なね、砦ですから、男入ったら首切られます。一瞬でね、スパッと行かれます。あれ、男いてるわあれ男いてるやんか。おい、あ、でも彼らはね、そうそう、男は男子禁制やけど、なんでじゃあ門番に彼らがいてるんかっていうと、彼らはもう、男性器、一物はね、バッサリ切り落としてます。だから、まあ見た目は男性やけど、あれと一緒、ゲームオブスローンズのアンサーリードと一緒、汚れなき軍団ですわ。アンサーリードをね、とうとう手中に収めました。噴水があります。ちょっと暗くてよく見えへんかもしれんけど、今日はちょっとこの雰囲気で行こう。で、後でまた明るくなったとこもね、見ていきたいと思います。ちょっと見にくい、ちょっとランタンつけるか。トーチでいいか、トーチでいこう。いつもランタンつけてるけど、今日はトーチで。うん、こっちの方が雰囲気あっていいね。素晴らしい。誰か座ってるで。誰、かわいい姉ちゃん座ってるし。誰じゃあんた。リバーウッドキープガード、ついてこい。カモン、レッツゴー。あ、なかなかいい顔してるね。いいんじゃないの、頼んだわよ、あの子。 OK、 行くで。カイラナもまたエロい。なんか体がどんどんね、これ成長していくね。さあ、こんな感じでね、いろいろと、あ、こっちも扉あるわ、ほら。わーお、わわわ、こっちとね、この2つの扉があります。私これまだ来たことないんでね。鍵が必要やと、どういうこっちゃ。どっかで探さなあかんのか。なるほどね。あかんな、どっかで鍵探さなあかんねんな。まあ叩き壊してもいいけどね、鍵ね。まあとりあえずこっち行こう。多分こっちの中入ったらどっかに鍵あるでしょう。ここも鍵かよ、リバウッドタワー。しゃあねえな、魔法使うか。入った、入ったよ。おお、
ああ、ごめんごめん、髪の毛燃えるで。あんま近づきすぎたらあかんで。はい、そしてイザベル、あなたの体の曲線美もまた素晴らしいね。大丈夫か、だいぶ慣れたでしょあんたもね。もう女突団の、肉叩きの見習いとしてね、どれぐらい経ったやろ、3ヶ月ぐらいかな。だいぶ慣れてきたみたいですよ。 OK、 まあこんな感じですね。ここにね、まあ何も入ってまへんわ、なんか入れとけよっていうね。食料ね、備蓄庫、まあなんか宴会とかね、お客さん来た時にね、ここで、うわー、何これ、これ氷か、冷蔵庫よ。ねえ、ここでほら生物をね、この肉とか魚、ここ置いとったら腐れへんから。なるほどね。なかなかみんないい仕事してくれるね。素晴らしい。そしてここ武器がいっぱい並んでますけれどもね。鉄のグレートソード。まあ、下っ端のね、衛兵用の武器ですよ。さあ、上に登ってきた。わあ、ここでみんなで寝れるんや。ほら、ベッドいっぱいあるわ。あら、いいですね。ダブルベッドないんか。まあ、ここはね、ノラ様の部屋ちゃいますよ。ここはもうね、女突団の下っ端。女突団の正規メンバーじゃない人々。彼女たちが寝るところね。さっきのガードおったでしょ。ああいう彼女たち。正式メンバーじゃない彼女たちがここで、いつもね、寝てます。いつも夜になるとね、もぞ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 してますわ。ただ、下っ端の彼女たちはね、そういうね、行為をしてはダメです。禁止されてます。まずは、カイラナとベイビーブルーが味見してから、OK サインが出ますからね。はい、そんな感じらしいですわ。このさ、何言ってんねんと思ってるかもしれんけど、これ私が言ってるわけちゃうからね。これルールやから。そのルールを私は伝えてるだけなんで、その辺、ちょっとね、勘違いしないようによろしくお願いいたします。この辺もすごいね。素晴らしい。この彼女ね。これまだ見習いというか、彼女はもう、構成員やな。下っ端の。まだ女突団ではないんよ。女突団に入れてくださいって言って来てる子ですわ。名前もないもん、ほら。リバーウッドキープガードやから。ね。なかなか可愛い顔してるけどね。まあ大体顔で決まるからね。さあ、ここが3階です。扉あるぞ。あ、こっちからスカイリーム行けんの？もうなんか景色見えんのかなと思ったら見えへんわ。山が見えるね。微妙なとこやな。こんなとこ来てもしゃあない。こんなとこ来てもしゃあない。すんごいか。あ、まだガードいてるわ、ほら。リバーウッドキープガード。ついてこい。OK。彼女たちがね、さっきのベッドで寝てるみたいですよ。行くで行くでみんな。こんにちは。ノラ様の。おなーりー。ここにね、商人がいてますね。ノラ様が来てんねやから、ちょっと顔見せなさい。失礼やろ。ね。まあ見ての通りね、女性しかいてません。このね、建物の中はもう男性は入れませんからね。もし男性で、このキープに入りたいっていうやつはもう、一物をね、カットしなければなりません。そういうルールです。さあ、ここが4階ね。ね、夜のはずやけどな。なんか明るい日差しが入ってきてる。なぜか。まだ上あるわ。ここがね、食卓。下っ端の食卓ね。女突団の食卓ではありません。わー、すごい。見てこれ。これで病気治せるわ。いいですね。ここはなんか物置みたいな感じかな。ここからまた外に出れますよ。スカイリム。ちょっと見てみる。おいおい、なんじゃそれ。おい、ちょっと待てよ。嘘でしょ？マジかよ。無限ループやで、これ。ゴッドモードしようか。TGM。落下したんやな。なんという罠だ。あっこから落ちてきたんや。
ほら、もうノラさんも怒ってるで、これ。そらそんな顔になるわ。はい、来たよ。さあ、ちょっとね、明るくなってきたけど、あいにくの雨です。残念。ってことで、こっちから出てきたね。人がいっぱいやわ。で、こっちの扉、こっちも入っていきましょうかね。ここそんな高くないと思う、ほら。そんな言うほど高くねえわ。ここ入ろう。ここが、如突団の本部です。ノラ様の玉座。さあ、じゃあ行きましょうか。ちょっと見ていこう、また。お姉ちゃんいてるね。これも商人ですね。レイラ。なかなかいい顔してるでしょ。彼女たちもね、みんな顔で選ばれますからね。顔と体つきで選ばれちゃいます。上があるね。地下もあるわ。ちょっと見よう、いろいろとね。ここがね、如突団のくつろぎの間です。Good morning. ラーラ。彼女も商人ですね。はい、如突団のメンバーではありません。I'm right behind you. ここでなんかね、やっとるわけですよ。頑張って。掃除頑張って。おい。なんじゃその態度。目つきおかしいぞ。知らんぞ。これがノラ様が食べるご飯。こいつもね、玉なしやで。玉と竿は完全に取ってますからね。だから男性ではありません。Divine smile on you, friend. OK。ありがとう。おー、わー、すごいじゃん、ここ。これがね、肉叩きシスターズの間です、ここは。カイラナとユリアナが座る椅子。ここね。で、肉叩きの見習いたちがここで食事するというね。そういう感じです。そしてこっちに行くとお風呂があります。ここはね、セラーナとベイビーブルーが仕切っております。お風呂の間。ここでね、みんな仲良くお風呂に入るわけです。結構深いな。ね。うわー、裸入ってきた。裸なったらあかんて。あかんあかんあかん。あかんで。ここね。お風呂です。これもうあんまやめとくわ。ちょっと。服脱ぎはるからね。危険や。はい。ここは個人の部屋ですね。これね。I want you back. で、こっちにも部屋がある。同じようにね。ここでみんな寝てるわけです。こんな感じでね。あんた誰？一曲頼んでいいかい？頼む。ドラゴンボーンが来る。Believe, believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. Still For the here. darkness has passed, and the legend yet grows. You'll know, the dragonborn's come.そんだけか。うちの妹の方が全然ええわ。With a voice wielding power
はい、というわけでございまして、今日のニョトツ団こんな感じでね、新しい砦を紹介させていただきました。またね、ぼちぼちやっていきたいと思います。今日はこの辺で終了したいと思います。皆様良いお年を。また会いましょう。マヤでした。